おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。オラ無駄な会話してないですぐ始めるぞ。今日はこのパターンの日ね。ではプロスピやっていきます。時間が、ないぞ。ということで最強決定戦のお知らせ来ました。これで2023シリーズも終わりか。干渉に浸っている暇はないぞ。なぜならまだオーダーできてねえからな。試合期間は来週の月曜から1週間。忘れないうちにエントリーしときましょう。今回は12球団別リーグとセパタックリーグだぜ。私は12球団別、もちろん巨人純正で参加だ。そちらで王になろうと思ってます。まだオーダーできてない人が何か言ってますが。今日で完成させるから。なので今回は最終調整。最終調整という名の称号をやっていきますね。その前にこちらにも触れときましょう。2017侍ジャパンの登場デイ。2013に続いて2017も登場したな。2013からは巨人だけで4人も選出があったわけだが、今回もちゃんと巨人から選んでくれました。変な帳尻合わせなくてよかった。ベイと楽天はつまらんね。つまらん。でもまあ純正は仕方ないぜ。最強決定戦の純正リーグに関してはみんな同じ条件だしな。じゃ別にいっか。さあ巨人からまずはこの人。もう少しくらいね。楽天純正に同情してくれてもいいけどね。早紹介しろや日本のエースを。巨人から菅野投手です。菅野さん欲しい。最近ファイナルミキサーで通常エステに入れたばっか。もしここ獲得できたら、正直育成面倒い。正直者だよこの娘さんは。いや継承しますけどね。手に入ったら。能力的にはめちゃくちゃ強いしな。リアタイは置いといて。能力というよりスピリッツが欲しいだけですが。いやしかし。この写真好きっすね。かっこいい。完全に個人の感想だから気にしないで欲しいんだが。足上げてる時より投げてる時よりここがかっこいいね。菅野さんはもっともっと世界に轟いて欲しかった。そして菅野さんの女房といえば。巨人からもう一人、小林選手の登場だぜ。コバコバ欲しい。世界の小林。小林史上最高の能力。サプライズ小林。欲しいっすね。能力はオール C だが、それ以上の価値がある。特殊能力サプライズ持ちだかんな。いやそういうことじゃなくて、違ったわ。こちらの気持ちの問題ですね。そんなんわかるか。ま、守備力は最強だしな。ちゃっかりミート型だし。何よりシリーズ関係なく極みで持ってないから。肩の強いキャッチャーは一家に一台って言うでしょ。そうですね。もちろん累計報酬の契約書一発勝負で。で、それもまだ回収してないんで。また適当にやりますね。あ、あとさ。イベントもスカウトも、ここに書いてある通り21日で2017の侍は終了なわけだけど、これ21日までだけどさ、グランドオープン26日でしょ。そうだな。空白の5日間か。コナミも落ちたよな。なんかしら来るよ。え、グランドオープン直前なのに。来るだろ。そんな最後の最後まで更新が来るとは。なんか必死だな。クレイマーの思考。最後の更新何来るん？結局ここまでアジアチャンピオンシップ来てないからな。去年は最後の更新で WBC 優勝した侍ジャパン来たろ。第1弾と2弾まとめてきたから、こんな感じで来るかと予想。巨人は門脇っち、秋広くん、赤星投手か。ま、予想だけどな。あとはこれな。こちらも来週の金曜から来るかと予想。グランドオープンに向けて日本一達成報酬と、選手の育成を一気に進めるチャンスだぜ。最強決定戦も終わるこのタイミングで。育成する選手なんかいるか。2024シリーズ選手のために特訓用の選手育てときましょう。はいでは称号やります。何人かやっていきますが、大事な称号は一人だけ。それが誰かと言いますと。はいこちらのお方。大城の匠です。まだ獲得すらしてねえじゃねえか。別に称号の夢を語るのは自由だろ。え、今回夢語るかい？ミート73のパワー75。ここをミパドオチにしていきます。今回オーダー完成させると言いましたが、ここ決まらなきゃ始まらねえ。まず獲得しなきゃ始まらねえよ。ひな壇がやうるさいんで獲得しますか。誰がひな壇だ。はい上記の選手で間違いありません。選択契約書で選択ミスるバカいるかボケが。出ましたなぞぎれ。君に、決めた。やったぞ。念願の大城の匠、ゲットだぜ。でどうすんだよ。称号するには極みにしなきゃだぜ。ユニークスキル超育成発動。
照合しますか。便利な能力だ。全部で4人照合つけますね。さて誰から行きますか。大城の匠は最後として。菅野さんからやりましょう。ここね、9A にしますわ。9位プラス2以上で A になるぜ。目標があるって意味では大城の匠の次に大事な称号チャレンジだ。9位型になるのがベストだけど、今回は A になれば OK。そうなると9位が4人になって剛腕投手陣の条件満たします。細かいとこだけど内よりあった方がいいに決まってる。で意外と菅野さんの A ランクなかった。なので無理に9位型は狙いません。極意書もなしで。9位型8人の強力戦奮闘はすでに出せてるしな。ま、2、3回やれば決まるだろ。これ決まりましたね。どれだか大丈夫かな。ちょうどのパターン。これでうちの投手陣も剛腕投手陣を名乗る権利を手に入れたと。じゃあ次だ。今日はいけるしかも。前回ひどかったもんな。もう一人投手から。計算初めての称号。A ランクは1枚だけか。でもここは何でもいいから。ではなぜ最初に計算ではなく菅野さんからやったか。菅野さんの QA が全然決まらなかった場合、最悪極意書も使うつもりでした。でも使わずに済んだから。その分計算に使えると、一応勝利の使者狙いですね。ここは一発勝負なので、勝利の使者は星3。絶妙に4枚でいっか。絶妙なのか中途半端なのか。ま、星3以上つけばいいや。15% の星に引いたりして。黙ってみとけ喉切り裂くぞ。黙ってます。ほら星3以上確定。今日はいける日だ間違いない。やりおりますね。これ以上もこれ以下もない。一発勝負で最高の結果。称号ってやっぱいける日といけない日の差がすごいな。軽く1、2回やっていけない日だったら別日にすることをお勧めします。下手よ気持ち悪いよカルト。ちなみに今日は友引きですね。関係ねえだろ。ひどかった前回は大安だ。ほら関係ない。逆にってパターンあるよね。さあ調子出てきたとこで野手やっていきます。カジやっていきましょう。梶谷選手は総力型だけどオーダー入るのか？同じく総力型のおこえくんと変えようかなと。まあスピリッツは変わらないんだけどね。なのでカジも勝利の使者がベストだ。今日心臓でも嬉しいけど。極意書はなしで。極意書はこの後にやる大城の匠に使います。まあまあまあ。カジも2、3回やるか。総力 A になってもいいね。コンボ関係ないけど見た目的に。一番はスピリッツ上がる強心臓か勝利の使者だろうな。そうだね。何当たり前のこと言ってんだろこのタコは。心の声のテンションで悪口言われました。おら来たぞキュピン。惜しい。星さんは引けたな。やはりいける日だということか。これもう一回星さん引けたら勝利の使者でそうな気がするな。じゃあもう一回。次ラストにするか。あと5枚ね。カジにはまた今年打ってもらって、ミート型狙えるようになると期待してますから、来シリーズの称号用としても少しは残しておきたい。カーン。まあそう簡単にはいかないわな。じゃあ次ラストにしますね。よー、さすがはギャンブル依存症の破滅型。私はズルズルと落ちてく破滅型ではないぞ。勝負は早く決めるに限る。もうこれが泣きの一回ですけどね。さっき計算極意書4枚で決めたから、ここも4枚で勝利の使者を呼び込むぞ。さあどうなる。ここで星3超えてきた。勝利の使者ならず、確率の低い星4を引いてしまうとは。やっぱ今日はいける日だわ。それは無理あるのでは。せっかく星4引いたしこっちにしときましょう。もう勝利の使者などいらん。ではいよいよ勝負の称号だ。A ランクはぼちぼちある。で、ミートとパワーの差が2ということは。星4の安打製造機。ここ決まればミート76パワー76の同値。能力的にはこれが一番か。たった今カジにつけたやつじゃねえか。称号あるあるですね。星4はもう一つ。電光石火でミパ75の同値。一応総力もプラス2されるぜ。されたとて。続いて星3の超人。ミートプラス2で75の同値。それに総力がプラス1だ。されたとて。で最後が星2から。圧倒的なミート力。ミートプラス2で同じくミパ75の同値だ。ここは至ってシンプルに。星4の称号は全部で5つ。そのうちの2つで同値完成。
極意書全突破で星4引けば一瞬で決まる。星4の時点で5分の2。そこで決まらなくても次から星4引けば4分の2で同値だぜ。一発で決めてもいいぞ。ま、星3の方が引く確率は高いからな。これは仕方ない。極意書全突破で行くならどれだけ星4の 40% を引けるかが勝負だな。4枚にしようかな。ヘドが出ますね。わかったよクソが。なんだと。ここはブレずにやってやろうじゃないの。いきなりブレやがって。やっぱ同値決めるなら星4がいいよね。オーケー。じゃねえよ。勝利の使者だぞ。同値決めてください。仕方がないわね。勝利の使者嬉しい。おい。冗談だ冗談。しかし2回連続で星3か。まだ2回だけだ。それに星3でも超人が決まれば同値だから。そんなんで満足できるか。こちらはもう星4以外では満たされぬ体になっとるんじゃい。勝利の使者で喜んでましたよね。黙れ愚か者を。何これ、星4で賭けてるのかな。超人も出ねえし、どうなっとんじゃい。減ったねえ。6回やって全部星3ですか。もっと簡単に決まる予定だった。これ今の時点でまだオープニングトークする前なんだけどさ、今回もなしだな。まプロスピの動画時間が長くなるのは大歓迎ですけどね。喧嘩売ってんのかてめえこの野郎。機嫌悪いよこの人。喧嘩売ってんのかコナミこの野郎。ジャックナイフとかしてる。そうですかそうですか。40% ってそんな引けないもんですか。ちなみに星4引けたとして、星4の5分の2で同値だから、そこの確率も 40% ですね。無理じゃねえか。8回目のチャレンジ。極意書はこれ使ってあと5枚。極意書回収してこなきゃ。だいぶ沼ってますね。決まったけれども、とうとう星4は一度も引けず、極意書40枚使ったのに。まあ、そういうこともあるぜ。同値決まったぞやったー。喜んでたわ。じゃあ最後にオーダー紹介して終わるか。もうこれが2023シリーズ完成版ですね。今来てる2017サムライで巨人引けるかもだけど、まあ、その時はその時で、とりあえずこれをゆっくりバスターズ2023としときます。投手陣から、シリーズ1が5人残ってますね。でも先発1の桑田さんはスピリッツ4400だから、実質シリーズ2みたいなもんだ。続いて野手陣。こちらシリーズ1は3人。わかりやすく TS3 兄弟ですね。西さん、原さん、蝶野選手がシリーズ1だな。ミスターがいるのと守備の数値的な問題でカズマはレフトで使ってます。投手より野手オーダーの方が満足かな。シリーズ2の多さもそうだし能力も高めの選手が多い。DS や OB で野手の方が優先してるからな。そうやね。で、コンボをざっくり見ますと。一応長年言い続けていた目標は達成しました。パワー型8人以上の超大タンク的。ミート型8人以上の超周到精密。ギリギリ出しだいぶ苦労したけど、ようやっとここの両出しに成功しましたと。あとはまあここか。9位型8人以上の超力戦奮闘。投手のでかいとこはこれだけ。超変幻自在は出せずか。次の目標はそこだな。あともう一歩のとこまで来てるけど。それは2024シリーズで。最後に総合値見ましょう。チームスピリッツ105,050。なんとか105,000超えました。そして最大コンボ上昇量が16,33と。前にオーダー紹介した時が。これなので。うん、だいぶ強くなった。ただコンボ上昇量はまだまだ足りないな。10,000は目指したいぜ。超変幻自在が復活で多分18,000ちょい。あとはもうパワー A8 人以上の超重量打線とか、ミート A8 人以上の超安打製造機とか狙うしかないっすね。それも2024シリーズの目標だな。ここは TS とかの選出に左右されるだろうけど、
今年全員が打ちまくってくれれば話早いけどな。全員3割30本打てば全員未パイだろ。無理言うなよ。とにかくこのチームで最強決定戦頑張りますね。巨人純正に参加の皆様どうかお手柔らかにお願いします。絶対に達成するぞ。狙うはベスト戦だ。おお。さらにハードル下がってね。